はい、皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、医療費控除しようということで、お話をしていきたいと思います。医療費控除というと非常に皆さんね、関心が高いところでですね、私なんか医療費みたいなものをいろいろ払ったけれども、まあこれって対象になるのかしらなんてね、疑問に持たれる方多いかと思いますのでね、ぜひ一緒に、どのものが対象になるのかということで見ていきたいと思います。で、この動画の下にですね、レジュメをダウンロードできますので、ね、一緒にご覧いただけたらと思います。で、あの医療費控除、大まかにどんな仕組みなのかということでお話をしていきたいと思います。で、今年を例にとりますと、平成23年中に支払った医療費の合計、これは申告する本人だけではなくてですね、生計一親族のものを、まあ、こう集めてですね、控除を受けることができるんですね。で、共働きでも OK なものですから、ぜひ、まとめた方がいいかなと思います。で、支払った医療費からですね、保険金などでこの補填される額を、引きます。で、なおかつ10万円の足切り額がありますので、10万円を引いて残った金額が医療費控除の対象になるという仕組みなんですね。で、ここで一つ誤解ないようにお話ししますけども、10万円10万円ってよく言いますけども、10万円または総所得金額の 5%、どっちか少ない金額が足切り額になるものですから、総所得金額が200万円に満たない方はですね、医療費のこの額がですね、10万円超えなくてもひょっとしたら医療費控除できるかもしれないということをお伝えしておきたいと思います。で、あと医療費に補填 される額ということでお話しましたけども、どういったものがあるのかということなんですけども、健康保険から支払われる、療養給付金とかですね、高額療養費、あるいは出産育児一時金なんていうのがありますね。で、あと保険会社から支払われる医療保険金とかですね、入院給付金なんていうのもですね、医療費控除をやるときにですね、支払った医療費からこう除くということになっております。で、医療費控除を受けるときはですね、領収書を、添えてですね、添付して提出する必要がありますけども、気をつけていただきたいのはやはりですね、日付ですね。実際支払った金額が控除の対象になりますので、領収書の日付のチェックはしておいた方がいいかなと思います。で、あとよく医療費のお知らせってもらいますけども、あれはですね、領収書じゃないものですから、領収書代わりにできません。これちょっと知っておいていただきたいなと思います。で、あと電子申告をして医療費控除を受ける場合は、領収書を提出することはしなくてもいいんですけども、今年からですね、5年間の保存義務がありますので、知っておいていただきたいなと思います。はい、前置きは長くなりましたけども、具体的に医療費控除の対象になる医療費はということなんですけども、レジュメにもう全部書かれていますので、もうお読みになっていただけたらと思います。で、ちょっと気をつけていただきたいところはですね、丸2番、差額ベッド代なんですけども、これ原則医療費控除の対象にならないんですけども、病院の都合でですね、個室しか空いてないよって言った、病院の都合でね、やむなくこう支払った場合はですね、医療費控除の対象になります。あとですね、寝たきり老人、6番目のですね、寝たきり老人等の紙おむつ代ってあるんですけども、これは医師によるおむつ証明書等が必要になりますのでね、お気をつけください。あと通院費用、7番目、通院費用なんですけども、タクシー代、タクシーで通われる方もいると思いますけども、バスや電車での移動が困難な場合のみ、控除することができますということです。で、あと通院のための自家用車で病院に行く方が、ほとんどだと思いますけども、そういった方はですね、ガソリン代は控除することができませんので、気をつけていただきたいなと思います。あとは、レジュメを参照していただきたいなと思います。今日は、医療費控除しようというテーマでお話をしました。ご清聴ありがとうございました。